黒井の人気ラーメン店麺屋麺虎。九州久留米式の本格豚骨ラーメンがいただけます。豚の頭しか使ってない純粋なスープになるので、コクのある濃厚なスープが豚骨好きにはたまらないかなと。豚の頭だけを10時間以上じっくり火にかけ、さらにネギや煮干しなどを加え煮込むこと3時間。魚介のうまみがたっぷり詰まった魚介豚骨スープに合わせる麺は、全部自家製で歯ごたえのあるストレート麺を使っているので、豚骨スープとすごい相性がいいかなと思ってます。スープと相性抜群の麺を入れたら、へいお待ち、魚介豚骨の出来上がり。濃厚ベースで魚介の出汁の風味を、麺トラなのに、あ、これなんだっていう感じですね。それがこちら、麺トラレッド辛味味。ポイントはこの真っ赤なタレ。何が入っているかは秘密という特製の赤だれは、ピリッとした辛みが後引く美味しさを演出。そんな赤だれに合わせるのは醤油だれと豚骨スープ。さらにトッピングの豚肉のそぼろも麺トラオリジナル。醤油や酒、生姜の他に隠しだれを加えたそぼろを乗せたら完成。赤いと辛いってイメージがありますけど、甘いのが先に来て、最後の味が抜けるところに若干のピリ辛があるので、辛いのが苦手なお客様とか美味しく食べられるようなコクのあるスープになっているので、食べてもらえれば嬉しいですね。濃厚な豚骨スープの中でそぼろを溶いてたっぷり溶け込ませたら、麺に絡ませて豪快にいただきましょう。うまみ、コク、辛みの三拍子に感動すること間違いなし。ありますので、麺トラレッドをぜひ食べに来てください。最後の一滴まで美味しくいただける濃厚な豚骨スープ、麺屋麺トラ本気の一杯を。